運転免許の講習に使われる教本を販売している全日本交通安全協会に対しては独占的に事業を行って10億円の利益を上げている3割の人が教本を読んでいないといった批判が相次ぎましたその結果、教本の出版事業に競争性を取り入れることで講習を受ける人の負担を下げる努力を求めました。また羽田空空港港など全国18の空港で駐車場運営を行っている 空港環境整備協会が独占的に国から事業を任されているとして事業が廃止とされたほか省エネの意識向上のために行われている省エネ対象・表彰事業への国費の支出も廃止とされました。